皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくりマリサだぜ。マリノスが逆転勝利、よくやってくれた。いやーよかったです。本当によかったです。まずは一安心というところでしょうか。 ACL 決勝戦第1戦、日産スタジアムで行われた横浜 F マリノス対アルアインは2対1でマリノスが勝利した。試合もマリノスペースの時間帯がほとんどでしたよね。そうだね。試合の入りからマリノスペース。開始直後からエウベル、ヤン・マテウスが遠い距離からでも積極的にシュートを狙い、アルアイン守備陣に圧力をかけた。8分にも上中がミドルシュート。ゴールキーパー正面に飛んだが、良い形で攻撃を進めていた。上中のシュート惜しかったですね。ところが前半13分、アルアインにファーストチャンスで先制された。長い距離のスローインをミッドフィルダーパクヨンにフリックされると、ラヒミにエドワルドがスピードで抜き去られ、1対1のシュートはポープ・ウィリアムがスーパーセーブ。しかし、その跳ね返りをモハンメド・アルバルーシに決められた。本当一瞬の隙を相手に突かれましたね。アルアインの一発に早速やられてしまいました。そこからもマリノスペースでは進んだが、アルアインのカウンターも炸裂したりと一進一退のまま前半終了。アルアインのゴールが VAR で取り消されたシーンがありましたね。ゴールされた瞬間は終わったと思ってしまいました。後半もマリノスペースだったが、アルアインのカウンターは炸裂せずという時間が続く。アルアインバテたんですかね？後半はあまり怖くなかったです。迎えた後半27分、マリノスがついにこじ開けた。アンデロソン・ロペスがやや低い位置に降りてボールを収め、右サイドに送り込むと、ヤン・マテウスのふわりとしたクロスに上中が反応。高い打点のヘディングでゴールに押し込んだ。上中は準決勝第2戦でのみゴールに続き、アジアの頂点を争う舞台でまたしても結果を出してくれました。そして後半40分、マリノスは山根が空中戦で競り勝つと、榊原のパスを受けたヤン・マテウスがクロスを送り、宮市の折り返しに渡辺が反応。うまく軌道を変えてゴールに押し込んだ。副審はフラッグアップしたが、ここで VAR が介入。オンサイドでゴールが認められ、劇的な逆転ゴールとなった。宮市は絶対キックミスですね。でもゴールはゴールです。ついに逆転。試合はそのままタイムアップ。マリノスはホームで見事な逆転勝ちを果たし、25日に敵地 UAE アルアインで行われる第2戦に1点のリードを持って臨む形となった。マリノスに関わるすべての皆様おめでとうございます。今日はスタジアムに何人のサポーターが来たのですか？今日は53,704人のサポーターがスタジアムに集まったみたいだね。コロナ禍以降最多入場数だそうだ。試合が始まる前、スタジアムの外ではサポーターがフラッグを持って大集結。最高の雰囲気を作り出していた。マリサポすごかったです。そんな雰囲気を見せられて奮い立たないわけがないですよね。素晴らしい雰囲気での勝利。去年の浦和の時もそうだったけど、やっぱり ACL はいいね。気合が入る。一つ思ったんですが、アルアインのカウンターは確かに怖かったですが、なんか想像していたよりも弱かったですわら。去年の浦和の相手、アルヒラルが強すぎたので今年もそんな感じかと思ってました。アルヒラルが強すぎるというのもあると思うよ。まあそれに比べるとアルアインの方が劣るかもだけど、そのアルヒラルを破って決勝まで来ているんだから十分強いよわら。そんな相手にゲームを支配して勝利したマリノスの選手たちには本当に拍手を送りたい。ただ、確かに後半は危ないシーンがほとんどなかったかもね。痺れる戦いを制したキューエル監督は試合後、タフな試合ではありましたが、自分たちのやはり強みという部分で、しっかりいい内容でサッカーができていました。と頷いた。敵将の元アルゼンチン代表フォワードエルナン・クレスポ監督とは、現役時代にも対戦していましたよね。そう、伝説のイスタンブールの奇跡で2004-05シーズンの CL 決勝にて共に先発で対峙した。当時29歳ミランのクレスポと当時26歳リバプールのキューエルが、19年もの歳月を経て、それぞれ48歳、45歳の指揮官となった両者がアジアのクラブナンバーワンを決めるファイナルで激突したんだ。その当時の試合はミランが開始早々に先制し、前半だけで3点を奪ったが、後半リブアプールが猛追して3点差を追いつくと、PK 戦の末、逆転勝利を収めた伝説の試合だった。かつてしのぎを削った相手に今度は監督として競り勝ち。自分たちの強みという部分で、しっかりと良い内容でサッカーができていました。彼らの強みはカウンターのところにあるというのは予測していた通りだったんですけど、そこの強さは本当にありました。と振り返った。カウンターは、確かにめちゃくちゃ脅威でした。ホームで先勝。アドバンテージを持って敵地での第2レグに乗り込むが、指揮官は、まだ何も決まっていませんし、とにかくここで満足することなく、自分たちがやってきたことを信じてやるだけだと思います。
と表情を引き締めた。そうですね。決勝戦は180分が1試合ですからね、気を引き締めないと。また、61分の途中出場から構成を支えて決勝点をマークした渡辺は試合後、勝ちたいという気持ちで試合に入りましたし、当てただけですけど、結果が出てよかったと思います。と喜びのコメント。続けて、スタジアムに5万人以上が駆けつけて作り上げた雰囲気に背中を押されていたことを明かした。完全に僕たちだけの力じゃないですし、サポーターの皆さんの雰囲気だったり、マリノスファミリー全員の力が最後のあのゴールに、結果という形でついてきたのかなと思います。スタジアム入りの時にマリノスサポーターだらけで鳥肌が立ちました。必ず結果を出すしかない。気持ちを見せなきゃいけないという気持ちになりましたし、本当にファンサポーターのおかげだと思います。5万人以上が入ると本当スタジアムがすごいことになりますよね。第2戦はアウェイだが、渡辺は、アウェイですけど、今日みたいに一丸となってマリノスファミリー全員で優勝、アジアを取りたい。と言葉に力を込めた。いやーなんか私も高まってきましたよ。でもセカンドレグは2週間ごと少し空いてしまうんですよね。そうだね。マリノスは5月25日に敵地でセカンドレグを戦うが、この試合、なんとダゾーンが急遽無料配信すると発表したんだ。JFA の宮本会長は、次のように語る。この度、AFC チャンピオンズリーグ2023-24決勝第2戦をダゾーンが現地に行くことができない。日本のサッカーファンのために無料で放映する決断を大変迅速にしていただいたこと、とても嬉しく思います。昨年に続き J クラブがアジアを制する瞬間を、またマリノスが ACL を初体感する瞬間を多くの皆様と分かち合えることを願っています。めちゃくちゃ良いことだと思いましたが、一方で、契約者からするとふざけんなと思いませんかねわら。あと、去年の浦和の時もやりなよと思いました。確かに契約者からしたらうんって思いそうだ。あと、去年は田島会長だったし、宮本会長に変わったからこういうことが決まったんじゃないかな。でも良いことだと思うから、たくさんの人に見てもらってマリノスを応援してほしいね。そして今大会の ACL で優勝したチームは、このクラブワールドカップには出場ができるんだ。つまりマリノスも出れる。確か出場するだけで80億円以上もらえるみたいな情報もありましたよね。大金をもらえることは確定なので、ぜひともクラブワールドカップ出場のため、マリノスは ACL 優勝してほしいね。そして今回ジンクスがたくさんあって、すべてマリノス優勢だと感じるものなんだ。そうでしたね、ことごとくマリノス有利なジンクスがたくさんあります。まず、浦和が ACL 優勝した翌大会は、過去2度とも J クラブが優勝しているんだ。去年の優勝チームは、そうです浦和レッズですね。ちなみに浦和レッズレディースも女子の ACL で優勝しましたね。日本勢優勝の流れが来ています。また、日本勢が初めて決勝進出した場合の優勝確率は 100% なんだ。マリノスは初の決勝進出なんですよね。まだまだあるよ。アルヒラルを除き、2012年以降東地区クラブが優勝を独占中なんだ。西地区はアルヒラル以外優勝できていないということですね。そして今日の勝利でもう一つジンクスが追加。ACL では2023の第1回大会以降、ホーム&アウェイで行われた決勝戦で第1戦で勝利したチームが優勝できなかった例は一度しかないんだ。え、そうなんですか。アルアインは前回決勝に進出した時も、今回と同じくアウェイで先制しながら1対2で逆転負けを喫しているんだ。こんだけ条件が揃ってるなんてもう勝ったも同然です。ちなみに第2戦では2対3の状況で PK を獲得するんだけど、広島や神戸で活躍したドウグラスが枠外に外して、それが響いての準優勝なんだ。でももちろん油断は禁物。まあしないだろうけど。さあ5月25日がセカンドレグアウェイの試合。絶対に勝利だ、必ず優勝しよう。頑張れマリノス。当チャンネルはゆっくり解説の他にも小ネタやネット反応集もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。